この動画は、今ご覧になっている、皆様のおかげで成り立っています。ありがとうございます。皆さんこんにちは。ここは、京浜東北線大井町駅です。ありがたく矢印が出てきてくれるんですね。これ後ろ並んでんのか。これ入るのに入場規制かかってるですね。東京総合車両線で後ろのはずなんですけどね。すごい人の列です。どんだけ並んでんだみたいなね。本当はね、8時9時にここ来ようと思ったんですけど、最近仕事が過酷すぎて半端ないです。もう人の間を縫うように進んでますね。入るのにも時間がかかるそうです。やっぱ夏休み最後でお盆抜けたからね。こんな感じに、ね、一般公開無料っていうのは、まあ、ファミリー層にはありがたいという形になるんでしょうかね。はい、せっかくなんでね、並ぶからには時間を計っていこうかと思います。来年のね、どのくらいかかったかなっていうね、参考にもあるかなと思うので、今ここから並んで時間を計算してます。果たしてどのくらいかかるんですかね。はい、開始5分ぐらい経ちましたね。元のアトレのところに戻ってきました。アトレと伊東洋華のところですね。右側にもこの辺にも人が並んでます。この辺にもね、結構ぐるぐるぶん回されてるそうです。係の方も大変ですね。やっとさっき通過したここメインの大井町駅ですね。左側には特急線の大井町駅です。どうぞお進みください。年間8万頭以上ものワンちゃんやチクちゃんが。いやー、どこまで続きます。どこまで続いてるの。先が見えないですね。さて、今上のね、上が東急の高架下でございます。ここはぐるーっと回ってきたんですけどね、まあこればっかりはね、無料でやってもらってるもんなんで致し方ないとは思うんですけどね、抜かしたいし放題ですね。途中横断歩道を渡ったんですけどね、横断歩道渡る場所でちょっとあったんですけど、そこでわんさかね、人がね入ってきました。まあ、致し方ないんですけど、こればっかりはね、無料でやっていただいているものなのでね、別の歌詞とかはね、ルールを守っていただきたいものです。で、ね、ここでね、先ほどにね、修正したいことがあります。横張りはいけないよってさっき激おこぷんぷん丸で私怒ってたんですけども、JR 東日本にね、それをメールにして送るのはやめてほしいなって、まあ、私からのお願いっちゃお願いなんですけども、普通ね、こういうイベントってね、
200円ぐらい取っていいと思うんですよ。こんなに人いれば200円いればね、そうすればね、警備代もね、大儲けでやっていけるかなと思います。もちろんイベントのね、内容も良くなるとは思うんですけども、何せね、周り見る限りね、列規制してる人はね、 JR の、ね、職員の方がね、休日返上でやってるかなと思いますので、それでプラス一般の人には公開しない総合車両線と開けていただけてるってこと自体ね、ありがたいと、ありがたいことだと思ってね、私を受け入れなきゃいけないなと思ってはいるので、これは私からのお願いなんですけども、列規制がなってない、ちゃんとセキュリティちゃんとしろっていうメールだけ送ってほしくないかなって思います。来年もねまたやってほしいんでね。はい、 JR 総合東京総合車両センターにやってまいりました。何か配ってますね。もらいましょうか。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、タマちゃん、でも助けて、でも助けて、後で中身は見たいと思います。これ見たらね、道端の迷惑なんでね。こう昔の景品特選が展示されてますね。外は901号機。残念ながら終了になってしまいましたね。仕方ないことです。中はこんな感じです。後で見学しようかなと思います。とりあえずね、朝から何も食べてないんでね、もう生理菌とかはもうほとんどなくなってしまってるようなので、とりあえずご飯を食べようかなと思います。あ、ここまでだいたい20分かかりましたね。入るまでです。入るまで20分ですね。今26分ぐらい並んでから26分ぐらいなんですけど、さっきの看板通過するぐらいの時はだいたい20分ちょっとぐらいかなっていう形でした。はい、今日の、ね、主食はこんな感じでございます。 NRE、 日本レストランエンタープライス辛口チキンカレーって感じですかね。手懐かちの食堂、そのハンバーグカレーと、あとお子様トントンって感じですね。はい、社員食堂波口、結構面白いですね。多分これは常設してる看板だとは思うんですけども、わざわざこの上で社員食堂南口って書いてくれてるんですね。しかもこの文字体的にはね、まあなんか鉄道マークしてたんで、なんかその遊び心じゃないですけど、そういうのが感じられます。食券と缶バッジもらいました。あとはいつもね、先にね席を確保しないとね、カレー冷めちゃいますよ、これだと。ちょっと適当に席探したいと思います。はいはい、席とね、飲み物確保したんで、やっとこれでご飯が食べれます。激辛、激辛じゃないですね、辛口ですね。入れすぎた、やばいですね。激辛カレーね、変わっちゃいますこのまま。で、自分のブースに戻りたいと思います。ホワイトペッパー入れすぎたんですけどね、僕は辛いのは好きな方なので、ちょうどいいカレーになりましたね。でもこれもスーパー辛かったんですけど、でこれね、まあ、ご飯を食べて体力をつけて、この後のブースに回りたいと思います。
はい、美味しいカレー食べてまいりましたね。ホワイトペッパー入れすぎてめっちゃ超辛口カレーになっちゃいましたけど、さてね、ほとんどの整理はもう配布は終了してます。クーラーの揚げおろし実演っていうのはまだ配布してるみたいなので、こっち行ってみようかなと思います。15番ですね。いや、東京総合車両センターやっぱり中広いですね。あちこちにいろいろな列車が止まってます。ここで横須賀線の列車も止まってます。うっすらとね、中央線の車両が見えております。これね、珍しいね、空気圧のね、電気のパイプが繋がれてます。通路大変狭くなっております。立ち止まらずにお進みください。立ち止まらないでください。前にお進みください。立ち止まらず前にお進みください。立ち止まらず前にお進みください。通路狭くなっております。前にお進みください。どこもね、待ち時間はいっぱいですね。まあ、間近でね、EF たちは撮影できなかったんですけど、今からできれば205系のね、試乗会に行きたいと思います。まだそれまではアナウンスでは終了しないとは言ってはいるので、
車両プール場って書いてありますね。車輪、新しい車輪たちがこのずら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 いっぱい並んでます。 M 車209系B233 ですね、この車両は、この車輪は。やっと試乗会で終わります。相模線南橋本行きって書いてありますね。はい、熱い中お待ちいただきありがとうございました。はい、ドア閉まりますね。次のお客様ご注意ください。ドア閉まります。はい、まもなく発車いたします。お客様、お客様ご注意ください。発車。
んですけど、これ水道橋行きって書いてあります。はい、皆さん、この車両は E232系常磐線の車両となっております。前にね、こんな風に緊急時に、ね、使うドアがあるのが特徴の車両でございます。地下鉄も入れる車両となっております。この電車は主にね、千代田線そして小田急線とまで直通している列車となっております。地下鉄入る列車はね、すべて前と後ろに緊急時の乗降できるドアがなければいけないっていう法律になっております。なので、6両足す4両で 6と4の間に、ね、人が、ね、行き来できないと地下鉄は入ることができません。なので大体地下鉄は重量固定が多いということになっております。まあ、一部の車両を除いてになりますけどね。車内にちょっとしたね、面白い張り紙を見つけたので見てみますと、E6 直流ミニ新幹線電車が本日より運用開始しました。こっちは一部運休で書いてあるんですけど、運休はしていません。しかも E235 ヤマテって書いてありますけどね、そんな車両はどこにもありません。まあ、鉄道総合車両センターのね、まあ、遊び心というような感じでしょうね。いや、それにしても中は広くて見る場所もたくさんあります。よいしょ。今こっち右側にはね、新しい山手線の車両も止まっております。
いや、グッズとかいろいろ買いたかったんですけどね、もうほとんど売り切れでね、もうハイパー人気なんでしょうね、毎年この祭りは。いや、まさか E233 こんな近くで見れると思ってませんでしたね。そうしたアスファルトでっていう形ではなかなか見られないです。ほとんどでこのクーラー体験行ってみましょう。クーラーの効果体験です。されて、また
東京総合車両センター、まあ、4時間ぐらいでしたけどね、楽しんできました。右にあれさっき言ったクーラーいっぱいあります。これで総合車両センターにね入ってたクーラーを付け替えて、で取り外したクーラーをまたね直してきれいにして、で次ねまた入ってきた車両に取り付けるってことを繰り返してるそうです。楽しんでまいりました。来年はね、その洗車機行ってみたいと思います。もう朝から並ぶなんかダメなレベルですね。10時開園だったんですけど、もう変な話8時それから7時ぐらいまで並ばないと、もしかするとやばいのかもしれません。右にはね、またさっき入場時にあった景品特製と待っております。昔のやつですね。それでここまでご視聴ありがとうございました。またね、こういうね、車庫みたいなこういうイベントあったらまた撮っていきたいかなと思います。それでは本日もご視聴ありがとうございました。Bye.